上海で行われた三丹五丹運動の集会三丹五丹運動とは1951年12月から1952年6月にかけて中華人民共和国で実施された政治キャンペーン運動三丹は1951年に提唱された官僚主義、汚職、浪費の三害に反対する国民運動五丹は1952年に提唱された贈賄脱税 国家資材の横領、減量のごまかし、経済情報の漏洩のご読に反対する運動。天子里氏によると、サンタン・ゴム運動は、厳しい試練であったが、党と政府に対する大衆の信頼、社会の安定の向上に大きな意義があり、商工業経営者が社会主義経済に組み込まれる要因となったという。ジョナサン・スペンスによると、サンタン運動は1五十一年末に、 満州で始まった。主な対象は中華民国時代からの公務員野球、中国国民党員から中国共産党に加盟した新参組であった。一方、五反運動は資本階級を対象としており、その基準はブルジョワジーであることという非常に曖昧なものであった。官僚2万人と訓練労働者6000人が仲間の仕事を告発するスパイとなり、 メディアもまたそうすることを奨励した。そのため1951年後半の上海では1万5000人もの人間がプロとしてプロパガンダを実行した。一部の大手企業は防衛のため1日2000通もの自己批判文書を作成した。ある動画会社のオーナーはやや大げさに5000万元を不当に得たと。この運動で中国政府がもはや資本家を保護しないことが明確と。 なった。また、中国政府に罰金を払えず、借金の形を取るものが多かったため、国家財政事情は複雑となった。補定で行われた、汚職地方幹部の見せしめ裁判一方、ユンチアンによると、三端運動の当初の目的は、横領の防止であった。内部告発が奨励され、383万人の文民職員が厳しい尋問と審査にさらされた。 拷問もなされたという。さらに1952年からは五端運動も加わった。三端五端運動による自殺者の合計は少なくとも20万人に上ったという。自殺する際にも死体が残る方法を取らないと、国外逃亡を疑われて残された家族が迫害されたとも言われる。運動に使われた労力があまりに多かったため、例えば、天津市では、 卸売業の取引が半減し銀行の融資が滞るまでになった。しかし毛沢東だけはただ一人の例外であって、専用のプールを5万元で作らせ、好みの魚を生きたまま1000キロ運ばせ、玉泉さんに毛沢東専用の米を作るための農場を開かせ、周辺に若い女の歌いて、踊りで、看護師、女中をはべらせてその中から、同金相手を選んだという。 運動はアマコによれば1952年夏、ユンチアンによれば1953年5月に収束した。アマコサトシ、中華人民共和国史、岩波新章、1999年、ISBN4 から00から43万646から9、P23、P34 スペンス、ジョナサン D、ザ・サーチフォーモダン・チャイナ、WW ノートン&、 カンパニーパブリッシング、ISBN-0393307808、ユンチアン、マを誰も知らなかった、毛沢東、講談社、2005年、ISBN4 から06から20万 6846X、上巻 P552、ありがとうございます。